スーパー A キャンは台湾で1995年7月に発売された16ビットゲーム機。台湾の大手半導体メーカー連貨電子古墳有限講師の子会社であったトンコウカギから発売された。当時の台湾で絶大な人気を博していた任天堂の超級任天堂に告示し、台湾発のゲームコンソールとして台湾のいくつかの大手ソフトハウスの支持を得たが、 関心を示したほとんどの台湾の中小ソフトハウスにとっては初期コストが課題であったためにそれ以上の支持は得られず台湾以外の地域のソフトハウスはどこも関心を示さなかったためソフトが揃わなかったまた A キャンのチップセットは超級任天堂のチップセットと同じファブで生産されていたため超級任天堂用チップの製造を止めないよう任天堂からファブに圧力がかかり ハードの生産が遅れた。超級ニンテンドーのグラフィック性能とメガドライブの CPU 性能を有した最強の16ビット機を自称していた。事実、同世代のハードの中では最高の性能を有しては、いたが、折やしくも A キャンがリリースされた1995年、3D 機能を搭載した次世代機である新力電脳娯楽のプレイステーションが台湾に上陸する。 開発キットの出来が悪かったにもかかわらず、トンコーカギは、サードパーティーに、可能な限り早くソフトをリリースするように圧力をかけた結果、リリースされたソフトは全て出来の悪いゲームとなってしまった。そのリリースされたソフトの中には、ボンバーマンシリーズや、ファイナルファンタジーシリーズといった有名、メーカータイトルのゲームシステムそのものを真似したソフトまでもが存在している。最終的に、 トンコーカギは600万ドルの赤字を出して倒産した。スラネカ電子本体にも影響を及ぼし、2000年までその負債がのしかかった。周辺機器接続端子がないが、メガドライブのスーパー 32X のような周辺機器の発売を予定していたらしい。発売予定の図形加速器に関する情報が、スーパー A キャンの外箱裏面に記載されている。ちなみに、外観は、 スーパー 32X に告示している。全部で12本のゲームが確認されている。8ビットから32ビットくらいの間のゲム、M スーパー A、キャンカートリッジ電池交換スーパー A キャン、サンプリンリフ模倣人生。ありがとうございます。